何マッコイちゃん、また始まりましたから、はい、やっぱりもうこれも始まりました。えコナミさんです。コナミ、はい、コナミさん来ました。また、はい、やっぱこのスポーツコーナー始まりましたんで、まあ、また大波にしてもらいたい、大波にしてもらいたいということで、はい、ちょっとお呼びしますね。コナミさん、はい、よろしくお願いします。あれなんだよ、あの、かわいい。かわいい人はいないの？今日ちょっと今日、諸事情で私一人になっております。あら、部署変わったな。そうですね。何、何？コナミさんどうしたの？コナミさんがね、うん、ちょっとどうぞ。はい。面白いゲームを今日は持ってきたという。はい。あの、ちょっと何度かご紹介させていただいているプロ野球スピー。出た！出た！はい。プロスピーがちょっとプロ野球開幕に合わせて大型アップデートがございまして、なんとあの、イチローさんが、登場することになりました。いやー、最近見てますもん、CM で。ありがとうございます。イチローさんがこのゲームに登場するようになったんですよ。本物の本物です。本物のイチローじゃなくて、イチローじゃない、イチローじゃないあの打てない方じゃないです、はい、イチローが出るのこれに。はい、イチローさんが、3月23日から登場いただいてます。へえー、すごいね。すごいことだと思います。ゲームじゃあ、あのコナミってこういうのつけて、あのあやったんでしょうね、高さんやったように、ね、あの、キャンタマ袋が痛いやつ来たもん。もう限界私って言ったやつですね。あれ、あれ来てやったのじゃん。そうですね。へぇー、すごい。動きもバッチリ再現させていただきます。すごい面白いですよ。あら、うん、スマートフォンのプロスペースってアプリの方と、あとこちら側の Nintendo Switch の、 あの家庭用ゲームの方、両方ともイチローさん登場いただいてますので。あら、しかもそのイチロー選手が2人いるっていう。なんで？なんでですか？はい、今回、じゃあちょっとこちらのプロ野球スピード2021をじゃあご紹介させていただければと思うんですけど、2人いるってどう？だからイチローとニッチローがいるってこと？ニッチローは全然いないんですよ。あ、これ見てください、タカさん、パ・リーグの方来ました、タカさん。まあ、1番、ライト、イチロー、はい、ちょっとセンターにもイチローさんも行っていただいているんですけど、なんで2人いるの？今回2人のイチローさんを再現させていただいていて、ああこちらが2000年の、3割8分7厘打った、NPB 最終年のイチローさん。ああ顔が違うんですね。こちらが1994年に日本人で初めて200本安打打った時のイチローさん。ほう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 、若くなってますね。そうですね、こちらはちょっとヒゲが長くなって、うわー打ちてー、うん、で選手の能力とかもちょっと、ああ、ヒゲのイチローさんだ。で、俺はいないの？俺はちょっと、今回イチローさんも何それ、ちょっと入れてよ俺いないの、それで。今回ちょっとイチローさんのご紹介を、赤ちゃん入れてよ、はい、どっかで入れてよ。で、はい、で、ちょっとこのイチローさんを実際自分でこう操作して、野球の対戦が楽しめたりとか、あと別のモードだとこう高校球児を育成するモードがあるんですけど、うん、こう今実際にやられているようにこう指導者としてイチローさんが出てきて、うん、あー、なるほど、教えてくれた、コーチとしていろいろ野球を教えてくれたりとか、はい、ちょっと大々的なコラボの方を、イチローこれホームとかもイチローさんになってるんですか、ちゃんと。はい、楽しい。そしてでイチローさんで打ってみます。ちょっとできれば、そうですね、うん、少しだけじゃあプレイしていただけると、これじゃあタカさん打ってみよう。オールスターゲームでいいよと、これ押しちゃって電話が飛んじゃう。あ、ホームのあれじゃん、寒い。俺が去年見に行ってあまりの寒さに9回表で帰ってしまったという。ホットモット、はい、あ、佐藤だ。佐藤選手似てますね。解説小宮山さんと佐藤君じゃん。佐藤崎さん、あ、イチローですよ。これいつのイチロー？これが2000年のホームのイチローさんです。あ、キャッチャー梅ちゃんじゃん。そうですね、梅野さん、中村くん、ま、あ、中野くんいますよ。え、なにこれ、オールセントラルとオールパシフィックでちょっと設定。あ、森下くんだ。これリアルですからね。出た、イチロー。さあ、ちょっと俺打っていいんですか、これ。タカさん打ちます？いや、打ってみて。ちょっと打ってみますね、じゃあ。これちょっと強振モードで。なに強振モード、これバットのこの強振で打つとホームランになりやすいんですよ、これで。これまで一球見ますか。なんで見えるのよ。だからルーティン見たいから。初球から行かないと。じゃあ次行きますね。いや、一回なんかホーム見たいかなと思って。よし。これ当てますよね。おお、おお、おー、一郎。これ三塁打になっちゃうぜ。
一郎です。で次も一郎なんですね。なんでなんで？こっちが94年の一郎さんですね。うわ一郎ですね。若っ。ほぼ引っ張りですよ。最低でもセカンドゴロでランナー三塁に。そうですね。どうしようさ、今の保存するんですね。保存しました。はい。何保存するって何？動画を保存したんですよ。え、保存とかできるの？できるんですよこれ。で今保存したんですよね。で戻すときはチンすればいいの？それと違う、そっちじゃないのよ。あ、打ちましたよ。あ、もう打っちゃったの？いやちょっと打ちましたけど、あの振り子、わかりやすく振り子打法というか、また打ち方がちょっと。え？違ったの？はい。今リプレイ出るかもしれないですよ。あ、中地だ。あ、いますね。あ、来ましたリプレイ。こう足も結構高めに上げるような。あとですね。うわ。あーすげえ。あ、吉田君じゃん。吉田選手ですね。似てますね。一発いきますよこれ。おお、全部左中間じゃん。いや、たまたまですよ。嘘。多分打つタイミングが俺今そうなってるんだと思うんですよ、ね、あ、すげえ似てる吉田正尚。似てますよね。あ、森下君の投げ方もすげえ似てる。ちょっとこう打ち方が本当に似てんですよ。お、出ました。アグーだ、はい、これね、覚えると面白いですよ、高橋さん。これアグー引っ張りますよ。じゃあアグー似てる似てる。あ、似てる。足の上げ方とか似てます、うん、今シーズンまたこれ戻したんですよ。あ、似てる似てる。そうなんですよ。どういうことですか？という形で、はい、面白い、うん、高橋さんどうですか？なんで俺は出てこないあのそこだけ教えてください。今後また登場していただければと思いますなんで高橋さん出さなかったんですか？ちょっと今回はあの一郎さんをちょっと取り上げさせていただいたというところで。スピリッツ、スピリッツ、魂、魂シリーズはないんですね。魂シリーズ、ただあのやはり前回出ていただいたのは非常に好評だったので、はい、ぜひまた、まあそうですよね、第2弾はお願いしたい。あれはもう携帯のやつですもんね、高さん出たのは、はい、あの石破さん出ていただいたのはこちらのスイッチの方ではなくて、ね、もうモバイルゲームのスマートフォンの方だけだったので。これはもうお家でスイッチとしてやるやつですから。スイッチ、はい、ね、ああ、いただいたやつね。そうです、そうです。あれでこうやるのよね。そうです、あれでちょっと本当高さんもちょっと練習して、はい、今年はあのこれ石橋カップでやった方がいいですよ、はい、ゲーム石橋カップ、はい、これ対戦シーズンとして。あ、そういうこともできる。できます、できます。ばっかりとずっと戦う、戦うこともできますよ。あら、高さん対俺っていうのは。あ、それできるの？はい、ばっかり行かなくても。行かなくても今オンラインでできます。オンラインでできます、はい、あら、そういうことはできる。できます。ガラケーでも？いや、ガラケーはできない。え、またガラケー？だってまだあと4年ぐらい使えるのよ。もうあなた何ガラケーバカにしてた。あなた日本ガラケー協会結構まだいるのよガラケー協会のもう結構偉い方ですよね、大阪さん。一番偉いのは伊集院さん。伊集院さんじゃあ持ってていいでしょ。じゃあ俺が副理事。めっちゃおっかないもん。委員には中田秀俊もいますからね。あ、え、中田さんもガラケー？ガラケーですよ。あ、ガラケーって結構ビッグな人多いんですね。いますよ、3人いますからね。いや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 、最近脱退したのは湊浩一さんが脱退しました。湊さん、湊さん、湊さんガラケー協会から脱退しました。湊さん何してんの？もうスマホ協会に入っちゃいました。そうなんですね、はい、まあしょうがないです、社長だから、はい、ということですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、またじゃあぜひ、はい、コナミお願いします。ぜひお願いします。プロ野球スプリッツ2021魂。